こんにちは、こんばんは、おはようございます。福知念の部屋へようこそ。今日はサードチャンネルで話そうと思ってる話題です。あのー、Amazon と Google さんがなんか喧嘩してるっていうお話を聞いたことがある人っていると思うんですよ。Amazon さんと Google さんがあのけん喧,喧嘩してるっていう。 お話で、なんかネットでとか見ると、なんか和解した、和解したなんていう話も聞いていて、で、福知医のあんまりそういうこと、あんまり気にしないで、アマゾンプライムでビデオ見るの好きなので、グーグルから見てたんですよ、グ、えーグルのコームから、ブラウザ。で でいろいろと、公務ってそのままだと5.1チャンサラウンドに対応しないのでいろいろと設定を変えながら変えながら一生懸命やってたんですけどもなんかどうしてもね、あのー、5.1チャンサラウンドっていうよりはなんかステレオ音源を無理やり5.1チャンネルにしましたみたいなあの音声だったんですね。で、それで,で最近、公務をアップデートしたんですよ。 アップデートしたら、なんかもう5.1チャンサラウンドにする設定がなくなっちゃって、で、後ろのスピーカーから音にならなくなっちゃって、ではどうしようかなと思って、いろいろ検索してたんですよ。そしたら、アマゾンプライムビデオは、公務のブラウザから見るより、エッジで見た方がいいよっていう記事にたどり着いたんですね。それはなんでかっていうと、なんか、ームからだと、フル HD に、フルハイビジョンに、 対応してないハイビジョンまでしか対応してなくてフルハイビジョンには対応してないけど、エッジからだとアマゾンプライムビデオがフルハイビジョンに対応しますよみたいな記事を見たんですよ。で、そういえば、コームって裏設定で5.1チャンサラウンドを設定にしないとだめだけども、あのー、エッジってデフォルトでサラウンドを サラウンドブラウザーなのであ,のあんまり変な設定しなくてもいいんだなってことを思い出してじゃあアマゾンプライムビデオをエッジから見た方がいいって言ってる人がいるからエッジから見てみようかなと思ってエッジから見てみたんですよ。そしたらねあのホームで無理やり 無理やり拡張機能を使って5.1チャンネルにしてさらに Windows のスピーカーフィル機能っていうのを使って後ろのスピーカーから鳴らしてるときはやっぱりステレオ音源を無理やり5.1チャンサラウンドにしましたねって音だったの。でも、あのー、Amazon の Amazon プライムビデオをエッジから見たときはほぼもともと5.1チャンサラウンド音源鳴らしてくれてんじゃねえのって思うくらい。 あのセ,リフは前セリフは前からフは前からセリフは前からセリフは前から聞こえてセリフは前から聞こえてトランスフルールスタンプ <laughs> あのセリフは前から聞こえてあの雑音とか周囲の音は後ろから聞こえるくらいすごいすごい。 性能がいいゴーテイッチャンサラウンドになったんですよで、Amazon プライムビデオってあのー、Amazon ファイヤースティックからだとゴーテイッチャンサラウンドになって PC には対応してないっていう公式見解なんだけど PC からだと対応してないのは あのー、PC のブラウザによってもしかしたら対応してるのかもしれないななんて思っちゃったりしてなので、あのー、Amazon プライムビデオを見るときにホームから見るよりも、えー、とエッジから見た方がえっ、ー、が画質がいいっていうのは確認できましたあとさらに音も段違い平行棒で良かったです5.1チャンサラウンド環境で見ていて でコームからじゃなくて、エッジから見たら、ほぼ、これ、もともと、ゴーやイッチャンサラウンドの音,だ音源を再生してくれてるんじゃないのってくらいの音だったんです。ということで、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 さよなら。こんにちは。 何を遊んでいるんだよね。これでさ、メインチャンネルでこれでライブやったらさ、もう非難 GOGO だよね。非難 GOGO。GOGOGO。<laughs> という感じです。